KCON LA2023 の MC を務めたアイブのウォニョン。彼女は MC とパフォーマーの役割の両方を完璧にこなしました。多くのファンが彼女の英語と MC のスキルに感嘆しています。ウォニョンの MC は本当にすごかった。英語も上手だし、カリスマ性もあるし、彼女は完璧にこなしている。この動画を何度もリピート再生してしまう。そしてもちろん彼女のビジュアルが話題にならない日はありません。この日はアクアブルーのホルタードレスがウォニョンの華麗な肩と長い足を引き立てていました。首元の小さなリボンのディテールが彼女のフェミニンなイメージにぴったりです。ウォニョンは誰も置き去りにしないようファンの一人一人に挨拶しました。彼女はできるだけ多くの人と目を合わせていました。その後他のメンバーとお揃いのステージ衣装に着替えました。レッドカーペットでも記者会見でもウォニョンは大活躍でした。彼女のビジュアルは別世界のもののようです。韓国のネットユーザーはウォニョンを惜しみなく称賛しています。ビジュアルはもちろんのこと、ウォニョンが与えられた全ての役割に懸命に取り組み、ひたむきに努力する姿に感嘆の声が寄せられています。彼女は本当に可愛い。KCONで彼女の MC を見てめちゃくちゃ印象的だと思いました。本当に神レベル。もう何年も経験を積んでいるとしても、大勢の観客の前で英語で MC をするのが本当に上手でした。彼女は緊張していなかったのに、見ていた私が緊張してしまいました。もはや人間じゃない。顔、プロポーション、性格、全てにおいて自己管理に励んでいる姿がとても印象的です。私より年下なのにオンにって感じ。可愛いのはもちろんだけど、表情が可愛い。肌も本当に綺麗。ウォニョンのやんちゃな振る舞いを初めて見た。カメラを見つけるたびに挨拶してるのが印象的だった。ウォニョンのように生まれながらの素質に恵まれていながら、その上で努力家でもあることはとても素晴らしいことですね。